さん、おやっとさー。今日は2020年の令和2年8月27日木曜日になります。みょうけんチャンネル、みょうけんです。そうして、坂本美代と話し合いの結果、みょうけんをズタズタに切ろうという結果になりましたので、気をつけてください。アノニマスです。というわけで、今日は何の日だ。今日は男はつらいよの日。男はつらいよ。1969年の昭和44年のこの日に、監督山田洋次、主演渥美清の映画男はつらいよのシリーズ第1作が公開された日です。男はつらいよのテレビドラマおよび映画シリーズでは、敵や家業を生業とする風天の虎こと車虎次郎が何かの拍子に故郷を葛飾柴又に戻ってきては、何かと大騒動を起こす人情喜劇で、毎回旅先で出会うマドンナに惚れつつも失恋するか身を引かして成就しない虎次郎の恋愛模様を、日本各地の美しい風景を背景に描いておりますと、そういう作品です。まあ、男はつらいよは日本人なら何作かは多分見てるよね。親が見てたりして、それをなんとなく一緒に見るとかさ。いや、でも最近は見ないよ。最近の子はね、最近はね、ほんと見ないよ。30代ぐらいまでだったら1作ぐらいは多分見てるよね。いや、俺つまんなかったもん。見てなかった。つまんないって。26年で48作にも及ぶ世界最長の長編シリーズになったおかげで、ギネスブックにも載ってますと。というわけで、今日は、8月27日誕生日の有名人。この人自体はそんなに有名じゃないけど、ある事件が有名です。江崎勝久です。日本の実業家の江崎グリコの社長さんですな。ああ、江崎グリコ事件の、うん、そうそう。ああ、なるほどね。の誘拐された本人です。誘拐されちゃったんだよね。本人でございます、はい、そうだよね。誘拐されたんです。んで、身代金10億円と金塊100キロと。金塊って。現金10億円は、日本国内限定の身代金としては過去最高額、うん、日本国内でね。事件は3日後の3月21日に、監禁場所から自力で抜け出して大阪貨物ターミナルの駅構内で保護。自力で抜け出したんだね。しかも誘拐されたの自宅ですからね。あ、自宅も安心できんって。で、その後も6月26日までずっと脅迫が続きて、あ、なるほどね、続いてたんだけど、犯人見つからず、うん、結局迷宮入りしちゃった事件で、そうだ、ね、94年に時効が成立して、その江崎グリコ事件に対する他のいろいろあったんだけども、全部2000年で時効成立。というわけで、今日8月27日誕生日の歴史上人物、作家さんですな。宮沢賢治です。宮沢賢治ね。はい。ああ、銀河鉄道。そう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 。なんかこの人は自分のことをイーハトーブとか言ってたことで、で、作品は生きてた時には全然知られてないんだけど、うん、没後に草野心平とかいう人たちの尽力によって作品群が広く知られて、うん、世評が急速に高まり、国民的作家の一人となりますと。そういった経緯で今も、日本には広く愛好する人が多いよっていう。まあ、銀河鉄道の夜は実際に発表はしてたやつだね。なんだっけな、違う、銀河鉄道の夜は発表してないんだ。確か岩手県に、岩手なんだけどさ、岩手県に行くとイーハトーブってお菓子が売られてたりするらしいから、もう今となっては本当に知名度抜群っていうことだ、ね、で、8月27日誕生日のアニメ漫画キャラクター、これもあんまり知ってる人いないかな。早瀬瑞希っていう子がいるんだけど、君が望む永遠っていうね、アージュの、もともとパソコンのゲーム、18禁ゲーム
上がってズドーンって下がって上がるっていう2辺って言ったらいいのかなに及ぶ結構な対策。98とか Windows98 とか2000とかその頃ぐらいの作品でございますよ。古っというわけで今日8月27日誕生日の方おめでとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではまた。